私は小学校六年生。12歳の時に広島で原爆に遭いました。その日はとてもよく晴れた日でしたね。母は。空襲警報も警戒警報も解除になったものですから。あの。街中に。勤労方針でかけました。それはあの。 密集した建物を壊して、それを片付ける仕事ですね。私は、えっ、ー、と、四月には、あの。学童疎開をしているんです。で、一日の日には父が出世しましたね。そして、私と妹は四十人ばかりの、あの。子供と一緒に。十里も離れた山奥に、あの、疎開をしました。 木の生い茂った山な山の中をバスにいられながら十里も離れた小川内村っていうところにあのお寺に私たち行きましたえっ、ー、と六月でしたねなんかちょっと耳を耳がよく痛くなってでそういう田舎にはあのお医者さんがないもんですからねあのちょっと家に帰ってそしてまた あのそれを見てもらったらあの疎開先に行く予定でそしてやっとやっと歩けるやっと歩けるようになった頃でした8月6日その日はとてもよく晴れた日でした。 8, 8時15分っていいますとちょうどやっぱり現場に着いた頃じゃないでしょうかね母たちはもう突然街中の方からすごい光がしましたあの写真を撮る時のマグネシウムを何百も焚いたような白い鋭い光がパッとしましたねとっさに私はその光の反対側にパッと走ったと思ってました そしたら、あの、この、部屋のちょうど隅っこに小さくしゃがんでたんですね。で、それを耳を押さえて、目を押さえて、小さく口を開けて、しゃがみなさいっていうふうに。それで、やっぱり訓練を受けてましたから、とっさにその姿勢をしてたんですね。で、そうしましたら。私は音は覚えてないんですね。覚えてないんです。すごい音がしてるはずですけど、その音は。 記憶にないんですしばらくじっとしていましたもう口の中はじゃりじゃりそしてもう目を開けることも息をすることもできないんですけどそれが静かに静かに待ってましたあたりが少しうっすらとこう見えるようになったものですからと見ますと足元に私の巣側に大きなタンスですとか ええと、仏壇が倒れてましたね。で、その三角のこの隅っこに小さくなって、その隙間に私はいて、本当に奇跡的に助かってるんです。街中か,からどん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 こう火傷したあたちが来られるわけです。もう本当、絵で見る幽霊みたいに、ここにぶら下げてるわけですね。それは、あの自分の焼けた皮膚が。 これぶら下が着て,てるものは焼け焦げてちょうどこのもんぺかなんかのこういうところの生地の重なったとこだけ残してみんな焼けてしまってるそういう人がどんどん来るわけですけどそのうち私もこの人たちの中と一緒になって歩きました。もううやっっと歩けるようになったところですから そばに第8車に怪我をした火けした人を何人か乗せたのが来ましたねその端っこにつかまって一生懸命歩きましたそれはもう私の記憶には真っ白い真っ白い広い道だったという記憶しかないんですですけどそれはあのそして空には。 黒い雲は垂れ込めてガリガリバリバリと音がしますね。ですからそれは機銃掃射をしているんじゃないかと思って隠れるようにも隠れるところなんかあるしますね。ですからまあ本当に怖かったですけどね。えっと二葉の里っていうところに行ったとずっと私の記憶なんですけど、そこも山の裾の方にあの農家のお家ですね。 農家の家の広く開け放たれて町から流れてくる人それから運ばれてくる人を休ませてくださったんです私は見たとこけがも何もしてないもんですからあの馬小屋に泊めていただいたんですね <laughs> 馬小屋には馬もいません馬も戦地に取られたと思いますねその晩は一晩中 広島の街が燃えるグレーの炎の色を見てました。留学生もたくさん銀銭を抱いて行ってます。そうしますともう見分けがつかないような焼けとして運ばれてくるんですね。そうしますうちにあのウジが沸くんです。肺が止まってウがたくさん沸くんですけどね。 そのうちを、まあ、大人の人たち、お母さんたちが割り箸で取ってあげてました。ですけど、もう次々となくなるんですね。そして、亡くなった人たちを一人ずつダビングす先にきませんから。あなたを、気を組んで、何人かを一緒にダビングするんですね。今日は、私の、あの、お友達だったみ。み今日はみどりちゃんも。 ここで焼かれるよっていう声がしてもその炎を私見たんですけどなんだか全然泣いた覚えがないんです涙が出た覚えがないんですそこに何日お世話になったのか全然覚えていませんけどもっと山奥の熊野っていうところがあるんですけどねその熊野 終戦前後にに熊野にいました母方の遠い親戚のうちでしたでその8月15日ですけど今日は天皇陛下の,あのお話がラジオ放送があるっていうので近所の人がやっぱあの頃はラジオのあるうちばっかしなかったですからねあの来てましたね。 雑音 PP ピーピーガーが雑音が多,くし多いし天皇陛下のお言葉っていうのは聞き取れませんがね今のように私たちと同じような話し方じゃないですから分からないんですそう,そうしてるうちにおじさんの声で「日本戦争に負けたんだ」っていう声が聞こえた時に私は「どうして神風が吹かなかったの?」って言って泣きましたね本当に。 風が吹くと思ってていましたたそういう,ふうに教育されてたんです本当ねたった12歳のまあ幼いものは信じてたもんですからどうして神風が吹かなかったのって神戸に住んでた姉のとこも丸焼け東京も駄目になったそして広島の町が焦げてしまって焦げる空を見て。 それででもまだ勝つと思ってたんですね必ず風が吹くと確か9月に入ってたと思うんですけどあの広島市内のもっと宇治のに緑町っていうとこあるんですけどあっとそこに叔父のうちがありまして9月に入ったらそこのうちにいたんですけどあの疎開先から。 女の人に連れ,られてあの駅にいるのが見えたんですねって両方からもあのかじり寄って本当抱き合って泣きましたねその時初めてお母ちゃんが死んじゃったという声が出たんですねそれまでは母が死んだなんて言いませんでしたそして10月の暮れか11月か 父がからししてきました朝早くどんどんどんと戸をたたく音がして「お兄さんひろしです」っていう声が聞こえたんですねそしたら「はあお父ちゃんと言って妹と私は足で飛び降りて父に駆け寄りましたねそういうことがありましたね。 で家も焼け、母もない、何にもない。父の新しい仕事のためにあの九州にの福岡に引っ越しましたね。広島は大変な爆弾が落ちて大変だというのは日本中の人が知ってたと思います。だから広島に原爆にあって母は行方不明で亡くなって。 で父親と子供が2人っていうので父に結婚をお世話してくれた人がありましてねの上司がおあのい,いい人だからっていうんでその方もあの戦争未亡人だったんですけどね <laughs>、うん、まあやっぱり。 結婚しました再婚したんです父が父も私たちもお母さんが来てくれると楽しみにしてたんですですけどねちょっと間もなくね私があんまりブラブラしてるもんですからね <laughs> あの学校にも行けない本読むしかないんですねもう。 自分はね。母親になるに来たんじゃないって始まったんですね。今なら分かりますけどね。本当にもう天たちがひっくり返ったような気持ちでしたね。もうとにかく自分の城もしたくて結婚しましたね。で、男の子と女の子と2人の子供を授かったんですけど。 私があんまり、あまりにも。そうですね、まあ、夫の気持ちに沿えなかったんですね、うん。そうですね。若い夫は。そういう私をだんだん、もう持て余すようになって。酒に溺れ。ドメスティックバイオレンスがひどくなりましたね。もう本当によく命があったなと思うようなひどい目にあわされました。 私はもう実はこんなとこで子供を育てるわけにいかないと思って離婚しようと思ってもそれにも応じないわけですね。そして長崎で原爆にあった若い母親が幼い子供を残して白血病で亡くなったってというふうに新聞に出てたんです。それを見たとき、私今ねこの言葉を言うたびに背筋にぞ。 冷たいものが走りますね。その時と同じように。ああ。私もね。こんなに弱いのも。子供達が、あの。こんなにひ弱なのも。きっと原爆のせいだと。初めて気がついたんです。そして。家庭裁判所に私は。訴えましたね。で火災を。経て。本当に。 ゼロからの出発でしたけど、職業安定所に。来ましたら。あの、商事会社で。募集してるから。阪神に。履歴書。本籍現住所とか。こう全部自分の。これまでのことを書かなきゃいけなかったんです。で、それをね、書きましたね。書いて、会社に持って行ったんです。その時に、私。学歴のところに。名が。 あの山口の姉のとこの子供名が入ってた女学校を書きました女学校卒業も,うもしね生きるか死ぬかですからね書いてしまったんですそうしましたら社長さん <laughs> そのあの履歴書は自分で書かれたんですかって聞かれましたから、もちろんそうです、はいって言ったらじゃあ明日から来てくださいって <laughs> 言われたんですね。二年二年ぐらい経った頃、その頃からちょっと具合悪かったんですけどね、あの胃癌になってしまったんですね。もうどうにも仕事ができなくなって、そこを辞めたんです。そうしましたら妹はなんかねあの。 あのちっちゃなお店をしたらって言うんですね。あ手伝ってあげるからお店をしたらっていうので、<coughs> ああとにかくそのその頃はあのロバター焼きのお店がよくできる頃でしたね。でそのロバター焼きだったらねあのお,お料理をしたりするぐらいだからねできるよって。 ああいうのは日銭が入るから大丈夫よっていうのでいまに席されられてしましたね。で、まあ、とてもあのそういうお店もしましたですけど私あのそれも2年くらい経った頃にこれはね子供のためにはねやっぱりいつまでもすべき仕事じゃないと思ったんですね。 お店にいらしてたご夫婦でいらしてた方が私にも汚いあの <laughs> それこそお化粧を何もしないねあのすすいまみれの私を知ってる人が「化粧水をくださったんですねこれこれ市販はされてないけどこれ使ってごらんなさい」そうしましたらねそれがなんかすごく良かった何もしないのが始めたからですね。 したら青い人青い人に「ああどうしたの?」きれいになった」って言うんですね「<laughs> 肌がきれいになったけど何を使ってるの?」っていうようなことになってそれで私はその裏を見ましたらその製造元があったので手紙を出してこういうふうに事情を話してねこういうふうに言われるんですけどあの少しねあのちょっと良さそうなものを送ってくださいと。 会社の方から北海道には大阪です会社がねあの北海道には一度も足入れたことないけれどあの美容室専用の化粧品をね扱ってみないかと言われたんですねとにかく来てみてくださいって費用はこちらで持ちますからということになっちゃってそして行きましたらねなんだかすっかり気に入られちゃったんですね。 えー、そしてあの、まあ、何軒かその町の中でいあの注文が取れるようになったまあそういうふうにして少しずつ少しずつ人らしい人間らしい暮らしがねできるようになったんですね本当にでもね私はもう本当にその原爆のことをね忘れたいと思いましたねそのその日のことを その時のことを思う,思うとなんかわって泣きそうになるんですねですからもう忘れ忘れようとして,めしてましたですから私はもう安全なとこにいたって子供たちに言ってますからね、うん、お母さんはね安全なとこにいたから安全なとこっていうのはほんの最近まで2キロ以外は安全だったんですね。2キロ以内しか原爆し 被爆者じゃないというふうに言われてましたからね安全なとこにいたから心配しないでってずっと子どもたちはだからそのことについて質問したことは何もないですねあのアメリカにもう長く仕事してます息子は。まあ、年に二回ぐらいはちょっと帰ってきてました。ですからその時に <coughs> ちょっと 今回はね少し長く入れるからあのどっか行きましょうっていうので山口の姉が病気でしたから今ってで広島に行って私自身は平和公園に行ってもあの資料館に入ったことないんですで息子が「ここに入ってみる?」って言ったら「あ入ってみましょう」っていうので一緒に入ったんですね。私も入った時本当に 大変でしたねやっぱりた老人形なんでしょうかねあのそれこそ焼けただれてもう幽霊のような格好をした親子のね像は入ったとこすぐにあったんですねそうしましたら息子はやっぱりそういうことが分かる仕事をしてますから熱心に読んで熱心に読んで見てましたねずっと。で 見終わって外に出たときに彼が一言言ったんですねお母さんこんなことをね私たちに一言も話してくれなかったねって,って言いましたねそれはやっぱりいたわりのこもった声だったと思います話せなかったんだということが分かったと思いますねまあ私たちも もう間もなく誰もいなくなりますけど。私も本当によく。よくこうこれまで生かされてると思って不思議なぐらいですね。私検体のカードを持ってます。もうこんなにめちゃくちゃに、本当に。いつ死んでもね、不思議でなかったような。の体をね、よくここまで生かされてると思ったら。 なんかちょっと礼をしなきゃいけないですね感謝私はやっぱり自分の病歴とかそういうもの一切書いて出しなさいって言われたもんですからねあのそれを出しましたそして一番は被爆者であるということで取られたと思うんですねやっぱりたくさんの研究材料になると思います思います。私は上の方から解剖されるのを見ようと思ってます <laughs> そうですね。